週刊ウニュです。よろしくお願いします。いや、まさか YouTube からお送りしています。お相手は。はい、三好でございます。あ、よろしくお願いします、はい。そしてまた新しいネタを考えてきてもらったということで、じゃあ早速ですが説明をお願いします。はい。まあ、前のネタを分かりやすくしようかなと思って。折り紙的なやつですね。そうですね。これ横幅が大きいな。もうちょっとこうして。はい。前こういうのがぐるぐる回る動画を作ってるんですけど。回ったですか。はい。回るというか、まあ、なんだろう、Z の形がちょっとずつ変わるみたいな。変わるって言いました、ね。うん。で、あれ、折り紙が重なってると思うことができるんだけど、あんまりそう見えなかったと。見えないね。いうことがあったので、最初にまあ、こういう。鉄人じゃないと見えない。最初にまあ、こういうふうに、折り紙が離れて置いてある状態を見せておいて、ああ。それがヒューッと集まって、こういう形になると。まあ、なるほどね。うん、っていうのをやるといいかなと思ったんですね。ああ、なるほど。で、まあ、ヒューと集まった後、ここの間の動画みたいにぐるーってずれてって、で、ずれを終わって、また元の位置に戻った時に、ペアーって、またこの、開くと、うん。そういう動きをさせるとどうかなという。ああ、なるほどね。で、だから、無限まで塗らなくていいのね。そうですね。4×4 ぐらいでね。はいはいはい。ああ、こう、4×4。まあ、なんならそうそう、4×4 でこの縁が見えるぐらいのところの方が、ああ、折り紙が重なってるんだなが、分かりやすいかもしれない。ああ、なるほど。それはじゃあ、やっといってみましょうか。はい。じゃあ、これはこれですね。はい、一瞬で終わるネタだ、ね。ああ、どうも。でもまあ、ネタとしては。はい、動画作りは一瞬ではないんですか。そっか。あ、まあ一旦じゃあ、まあ、こういうのも、ああ、どうも、うん、なんかあ、そういうのも一瞬でできるのは気持ちとしては目指してますけどね。うん、コーディングもね。ということですね。はい。じゃあ今日は。簡単ですが、今日はこれ。じゃあ、チャンネル登録。はい。いいねよろしく。あとコメントも何ならくださいということで。はい。じゃあ今日は終わりです。はい、ありがとうございました。